さて田原さん、はい、いよいよ鳩山民主党がスタートしました、うん、そうですね、えー、先週の土曜日16日に代表選挙が行われまして、うん、鳩山幸夫さんが新しい代表に選ばれたわけなんですけれども、はい、田原さんは正直言って、印象としてどう思われてますか、うん、あのね、もうちょっと岡田さんが迫るかなと思ってた、うん、岡田さんが100代にはいくと思ってた、うん、で95だからね、はい、ちょっと少ないなと、うん、あのいう感じがしました。うん あのまあ、周りで、私も含めてなんですが、うん、なんか辞任から代表選出まであっという間だったという印象がありまして、うん、これもまあ日程的にはしょうがないことだったんでしょうがなくなくて、はい、やっぱり小沢さんはねあの、つまり土日を挟む月曜日の代表選は嫌だったんですよね、うん、土日を挟むと、土日にあの議員がみんなあの地元へ帰りますね、選挙区に。 で選挙区に変えればね、はい、やっぱり選挙区の有権者の声は、やっぱり岡田でしょうね、うん岡で、岡田っていうね、はい、声が圧倒的に多ければ、やっぱ月曜日だったらね、やっぱ岡田が勝つんじゃないかと,、はい、ということを、小沢さんは恐れたということは、小沢さんが、うんまあ、鳴らせたい、鳩山さんが不利になるから、挟まなかったということですか、そこの,あの、今回、党内世論と一般的な世論という話がすごくこう。 党内世論って言葉を私はって,てす、うん、それはね、党内っていうよりね、組織ってそんなもんなんですよ、つまりあの、えー、民主党の議員の人たちは、つまり世の中がどう考えているかと、あるいは国民がどういう顔をしてるか、それよりも、党内で自分がこのどっちを選んだ方が得かと、どっちを選ぶのが損かと、うです考えて勝ち馬に乗りたいと。 こう考えてですね。で、どうも、鳩山さんの方が勝つんじゃないかと思って、もし、その時に、岡田さんを入れたら、鳩山さんが代表になった時に、自分は干されるんじゃないかと。で、勝ち馬になる。これ自民党もそうですよ。例えば、その安倍さんがね、の時は圧倒的に安倍さんだし、全く違うね、福田さんの時はまた圧倒的に福田さんだし、また麻生さんも圧倒的に麻生さん。みんな勝ち馬に乗りたい。これは自民党も民主党も変わりはないと。 まあ要はいいポストに就きたい、いい位置にいたいというなで、されたくない、ないで,でも政権を取るというのが、まあ、教頭一で目指していることなんですよね。だけど、政権取ったときに、自分がね、窓際じゃ困ると。ということで、まあ、あの代表が鳩山幸雄さん、うんはいで、岡田克也さんは幹事長そうねとなっ <で>うん、小沢一郎さんが選挙担当の代表代行となったんですが、なんかこうやっぱりあた、こう一審さがちょっと欠けてるかなとだから、うん、だって、新選差なんてあるわけないじゃない、民主党っていうのはね、鳩山幹、鳩山幹ね、それから岡田とかね、なってきたんで、あの自民党だって、ね、あんな評判の悪い自民党だって、代表、いわば総裁ですね、総裁はね、2階になる人いないですよ、うん、自民党でいる 吉田さんだけですよね、さんだけ昔の。で、鳩山さん、はい、今度3回目ですよ、小田さんがなったとしても、この3回目だった、うん、だからそういう意味では新鮮味は全くないですよ、ねあるわけない、だから岡田になっても、鳩山になっても、そういう意味では新鮮味はないですよ、ただね、問題は、あの本郷さんの言ってくることはよく分かって、鳩山は小沢代表の時の幹事長だと、小沢さんと,ととってもうまくいって で岡田さんは、であのどっちかといえば、反小沢であって、小沢さんとはうまくいかないだろうと、うまくいかないから本郷さんは岡田さんに乗ったんだよねそうですね、ダイラさんもよくあのクリーンだということをおっしゃっていたので、うん、いい印象で,で、えー、僕も岡田はいいと思った、うん、でも小沢さんからすればね、岡田になったらね、全くコミュニケーションできないでしょうね、うん、もっと言うならば、えー、民主党で岡田さんとコミュニケーションできる男は、女性も含めて、一人もいない。 ということは、もし代表になったら、まあ、割とワンマンというか、うん、うワンマンかあのどうコミュニケーションするんでしょうね、うだから岡田克也さんは、えー、幹事長になって、幹事長代に野田さんをした、うん、野田はちゃんと野田さんコミュニケーションできる人ですよ、うん、で僕はね、えー、小沢さんが選挙担当になったことは、そんなにね、意外性はないの。はい元々ね、うん 小沢さんが代表を辞めざるを得なかったのはなぜかと、これは検察ですよ、で東京地検はね僕は極めてアンフェアだと思ってる、つまり、えー、このいつ選挙があってもおかしくないときに、当時はね選挙になれば民主党が圧勝すると言われてたで、圧勝すれば当然ね、小沢さんが首相ですよ、総理大臣ですよ、その小沢さんの公設代表をいきなり逮捕。 これは小沢さんに明らかに大ダメージを与える行為ですよ。うん、分かりきったことでしかもねあの、西松建設の,、えー、このダミー団体から、えー、献金を受けたことがわいとすれば、これは自民党にも何人もいるわけだ、はい、名前も何人も上がってま,ってますけどね、はい、ところがこの検察は、この小沢さんの第一秘はが逮捕して起訴したけど、自民党も何もしてないんだよね。 これはね、えー、やっぱりね、片手落ちですよ、片手落ちっていうのはね、最近までは差別用語だったんだけど、今大丈夫なんですよ。今大丈夫になったんですか大丈夫んです,すんでね、はい、これは明らかに片手落ち、で、えー、そういう意味ではね、私はむしろ小沢さんに同情してる、で小沢さんが検察と徹底的に戦うってのは当然だと思う、でまあだから、ね、あの小沢さんの,の,、ねのね、代表を辞めさせたのは、これは検察ですよ、これは極めてアンフィアだと思う。 そしてもう一つ、えー、小沢さんが選挙担当の代表代行になった、これはまあね、自然だと思う。うん、というのはね、小沢さんが代表の時、つまり第一秘書が逮捕される直前まで、この次の選挙もあれば、民主党が当然、対象すると見られた、民主党が対象するという、ね、状況まで民主党を持っていったのは、これは小沢さんですよ。 間違いなく、うん、小沢さんの功績があっあじゃあ、傀儡とか陰性とか言われてますけど、いや,まあ、やむをなしというかとという、うん、傀儡とか陰性は、なるとすると、これからなんだ、うん、で私はね,ね、鳩山さんが小沢さんを選挙担当の代表代行にしたのは、ワニにいい線だと思ってる、うん、小沢さんという人はね、選挙は強い、うんで、私は民主党の中の唯一のね、選挙のプロだと思ってる。 政治のプロじゃなく選挙の選挙のプロ、あとはみんな素人ですよ、でえー、とか小沢さんというのは選挙のプロで、政権とのはうまい、でも力がある、細川政権もね、小沢さんが作ったんですからね、とか小沢さんという人はね、政策にはあんまり興味持ってないの。うん、ということは、政権取った後の、うんまあでも大事な,な運営ですよね、<も>政策そんい政策に 関心があるなならば細川連立政権ででいろんなことときたと思う何にもしなかったからね。あの時に小沢さんは、実は小沢さんと一緒にあのころ、いちいちコンビと言いましてね。いちいちコンビ市川祐一さんという公明党のね、人がコンビ。で、私は市川さんに聞いた。小沢さんっていうのはね、細川連立政権で何やろうとしたんだ。だしら市川さんが私にはっきり言った。 小沢さんは一つは、社会党を分裂させようとした、社会党をぶっ壊したかったという分裂ね、分裂、うん、はい、<で>分裂すれば小さくなりますからね、うんでうん、ところが分裂させるのに失敗して、で社会党が出ていっちゃって、派閥政権は少数政権でだめになったで、社会党を分裂させたら、その次は自民党を分裂させたかった、これが小沢さんの細川連立政権でやりたかった2つのことだ。 であくまで自民党を分裂させるために、彼は細川さんが辞めた後に、なんと渡辺道夫さん、ミッチーさん、これを、えー、あの連れてきて、この人に首相をやらせようとした、自民党分裂ですよ。で、結局この、この,あのミッチーさんとの連携がうまくいかなくて。 で、それでもね、なおかつ自民党を分裂させたい。だから自民党から加谷さんを引っ張ってきて。で、総裁選という、あの、選挙をやる。総理選挙。で、負けるわけですね。で、自民党も無茶苦茶で、自民党の天敵の社会党の委員長の村山さんを総理にして勝った。うまね、宇な、うん、さんはだから、えー、この社会党を分裂させ、民主党を、いや、自民党を分裂させた。